じゃあ橋岡大樹くん、あのヒストリアようこそ。あ、はじめまして。あ、シートベルトしてますね。はい。なんかあの学生時代とかに、はい、どんなトレーニングしてたかとか。まあでも俺学生時代スポーツサッカーしかやってなかったんですよ。身長めちゃくちゃでかかったんで、とりあえずあのボール縦に蹴っときゃ勝てないみたいな。あれめちゃくちゃでかかった。めちゃくちゃでかかった。170センチですよ。小6の時に。その時レッツジュニアユースに入るか入んないかみたいな時で、池田信康さん、信さんね、信さんに、あの見抜かれてました。あいつ身体だけだなみたいな。だからディフェンスやった方がいいみたいなことを言われたんですよ。じゃあそんな大輝がじゃあ、はい、学生時代もっと俺これやってくださったなってある。あ、もう余裕であります。まあ、サッカーに関してだったらもっとあのその対人ばっかやってんじゃなくて、しっかり技術を磨いとけばよかったなと思って。いや結構俺もそれ同じ。マジで小学校の時からやっとけばよかったと思ったんですよ。だってもう中学校1年生の頃から、うん、もう小学校とかもずっとデカだったから、うん、もう別にそんなやんなくても勝っていったんですよ。なるほどなるほど。だからその時からしっかりあの止めるキャリーずっとやっとけばよかったなと思って。そっか、確かに今戻れたらそれやりたいですもん。だってやりたいよね。いやだから結局なんかみんなに言われたら止める蹴る大事だぞとか言われてるじゃん、うん、大事だよね。だなんか本当俺その時はめちゃくちゃ大事だよ。その時は別にできてるでしょって思っちゃってたんですけど、多分、うん、もっとやっときゃよかったなと思って、全然できてなかったんだなと思って。そうなんだよ。いやだからマジで戻りたいっすわ。戻りたい。おおめちゃくちゃ春樹から電話、めちゃくちゃ電話来てるし、めちゃくちゃ春樹から多分これあの拒否できないし、拒否できない、拒否できないね。これで、あとは、うん、もうちょい中学校の時とか、うん、遊びたかったなって。遊びたかったというのは、はい、なんかサッカーなかったら、サッカーでやっぱ地元の人とかと遊ぶ機会とかも少なくなってたから。そうだよな。もっと地元のやつとかと、うん、まあ夜まで遊ぶとかやってみたかったなって。切実。はい、公園とかに集まって、うんうん、みんなでワイワイして、いわゆる普通の学生生活みたいな。そう、めちゃくちゃ楽しみね。高校の時も中学、うん、特に高校の時ですかね。いやでもそれを犠牲にしてやってきたから、まあ確かにやっぱさ、うん、っていうのもあると思います。あるでしょ。まあだからその時間サッカーに打ち込んできたっていうのはあるんだけどな。いやでもそれは間違いないです。だからサッカーやってなかったら、うん、どうなってたんだろうってめちゃくちゃ思うっす。何やってたんだろうって、ね、いやでもなんかサッカーさ、はい、そのサッカーの細かい話だけで言うと、はい、今結構なんか戦術がとかさ、あ、はいはい、なんかいろんな出てきてんじゃん、はいはいはい、俺あれもっと小学生からやっとけばよかったなって。いやだから今すごいっすよ。今すごいじゃん。今小学生みんなそれやってんじゃん。やってますもん。そりゃ多分めちゃくちゃ数年後みんな、うん、日本のサッカーすごくなるんだろうなみたいな。いやそう、なんか俺が習ったのってそれプロからだから、はい、それまではもう本当個人技術とかだからさ。いや俺もす本当に。そうだからなんかもうちょっとそれやっとけばよかったなっていうのは思ったよね。俺もだからもっと、だからもうサッカーの勉強をもっとした方がよかったなって思いますよ、うん、そうだね。やっぱ全然してこなかったから、うん、プロに入ってああやっぱそういうことしないとダメなんだなと思って、ね、うん、ちょっとずつやり始めてるっていう感じだから。まあでもそれまでのなんか身体の土台がねやっぱ、まあそうっすね、あるのはでかいんだけど。えてかさ、はい、結構スポーツ一家でしょ。え、めちゃくちゃスポーツ一家っす。え、その影響ないの？陸上一緒にやったとか。あ、陸上やったわ。やったんかい。陸上の練習しました。やったんかい。そうだ、サッカーだけ言った。サッカーだけ言ってたよ。そうだ、陸上あったわ。サッカーだけって。なんか、うん、小学校の頃に、うん、あれがあったんですよ。小学校の埼玉市の陸上大会みたいな、うん、で、3年生から出れて、うん、3、4年の頃に、うん、優勝して、うん、で5、6年で、うん、その全国でも1位あら1位になれるようなやつが出てきて、でそいつに負けたんですよ。でそれが悔しくて、うん、親が陸上やってたんで、うん、親と駒場のグラウンド、うん、あそこって借りれるんですよ、うん、ちょっとお金払った、うん、だからあそこで
練習してましたもん。へえ。陸上のスタートダッシュとか。あ、親だって陸上やってたもん、ね、そうそうす。だからそれ練習したわ。そうだ。あ、そうなんだ。それでまあそれでも結局、うん、あの6年の時2位だったんで、うん、だから5年6年2位だったんですけど、そいつに負けて。へえ。でもまあそこで陸上一応やってましたね。やったんだ。まあ親の影響あるからな、それ絶対。親の影響あるっすね。だから。え、親はさ、それ陸上もっと走り方こうしろこうしろとかなかったの？あ、サッカーやってんじゃん。あ、サッカーの時に。うん、それは。絶対気になるじゃん。あ、言われました。なんかこういう風に顎が前出ちゃうから、うん、姿勢よくしないと、うん、絶対できないから、そんな詳しく言われてないですけど、うん、まあもうちょい、あの、顎こういう風に、何、姿勢よくして走ればっていうの言われてたけど、うん、もう別にそんな意識もしてなかったから、うん、まあ全然これでできるからいいやみたいな感じでやってたんで。あ、そうなんだ、ね、うん、でも何かしらちょっと影響あったのかな。だっていとこもさ、あ、そうですね、陸上でさ、今もさ走り幅跳びでね、オリンピック目指してっていうか、うん、オリンピックのね、うん、選手になるような感じじゃん。だからまあすごいっすよね。陸上やっといた方が良かったんかなっていうふうに思うし。いやでもなんかそのまあ身体能力がちっちゃい頃からのその、まあそうっすね、親のさ影響だったりとかってあるんじゃないの？なんか見たりしてたのそれ？幼少期。何をすか？親の陸上してんのとか。いや見たことないです。見たことない。はい。走ってるの見たことないです。その DVD とかも。なんでじゃあサッカー始めたの？俺そう、それも、うん、俺最初野球やろうと思ってたんですよ。うん。俺の兄ちゃんが野球やろうとしてて。うん。で俺でそれもお父さんが野球やってたから、うん、でよくキャッチボールとかして野球楽しいってなってて、うん、お兄ちゃんが野球をの何少年野球の、うん、その頃の小学生のチームに、うん、勝手に遊び行って、うん、入るみたいなこと言って野球始めようとしてたんですよ、うん、へえ。で俺もそれ付き添って野球に行ったりして、うん、でそこで可愛がられて野球とか一緒にやってたんですけど、うん、俺兄ちゃんがいきなり、うん、やっぱサッカーがいいってなって、へえ。それから多分サッカー始めて。あ、じゃあもう完全に兄ちゃんの影響。完全に兄ちゃんの影響。だから兄ちゃんが多分野球やってたら俺も野球やってたっす。あ、そうなんだ、はい、へえ。じゃあそれ別になんかあの親に押されてとかでもないんだ。親に押されてとかないではないですね。でも多分俺のお父さんは、うん、野球やってほしかったみたいです。あ、そうなんだ。やっぱり自分が野球やってたから。野球やってたんで。野球と陸上やってたの？陸上はあのただ部活で入んないといけなくて、陸上入ってて、本当にやってたのは野球です。力入れてたの。あ、そうなんだ。だから野球ちっちゃい子とかもうだって親とずっとキャッチボールとかしてたし、なんならサッカーやることなんてほとんどなかったんですよ。だから親は野球やってほしかっただろうけど、俺の兄ちゃんがサッカー行って。なるほどね。で俺もサッカー始めたみたいな。まあじゃあ要するに、はい、あの身体の化け物だったってことでいい。要するに身体だけは身体の化け物だったから、はい、何やってもすごかったってことでいい。まあ親に感謝します。で身体の化け物だったけど今、はい、思うと、はい、技術とか、はい、戦術とかそういうのをこうね、はい、ちっちゃい頃から磨いとけばよかったっていう。いやもう本当そうす。それだけにとらわれずに、はい、身体にとらわれずに。いや本当に技術やっとけばよかったと思う。そうかそうか、はい、いやでも結構なんかプロになる選手あるあるっていうか、まあ、身結構いるよね。いやいると思います、うん、結構身体で来てて目立てるもんなそこでな、うん、で技術やってこなかったらやっとけばよかったっていう人多いんじゃないかな。いやそれでも参考になると思うよ。そのチームのさあの身体能力すごい高かったらフォワードとかやってさ、確かになんかキングになれる選手っているけど、はい、そっからどう伸びるかだから。そうですね。で足元とかあったらなおさらいいっすもん、ね、あやっぱ技術だわなんだかんだ。まあ身、まあ、土台となる身体プラス、そうですね、技術はまあ伸ばせるっちゃ伸ばせますからね。なるほどね。いやそれは参考になったんじゃない。よかった、参考になったんかな。なるほどね。じゃあ亮、はい、太郎のこと聞く大丈夫。あ、いたんすか。はい、ずっと聞いてました。触れないでおこうとしてたのに。やばい、付き添いにいた。付き添いにいた。大輝のハリ君から電話かってきた。まあ、ありがとうございます。こんな感じであの、はい、子供たちに対して発信していこうと思いますので、はい、橋岡大輝君でした。ありがとうございました。